はい、ひまじん脱獄ブログです。今日はですね、楽天光が先日工事がやっと完了 しまして、光回線になったというお話なんですけれども、やっと光にしたのか、これがまたですね、大変、腹立たしい結果に今なっておりまして、問題発生、早速ですね、そのご説明をしようかなと思っております。というのもですね、この楽天、光なぜ変えたかと言いますと、まず ADSL、 今までですね Yahoo、BBADSL、 こちらを使ってたんですけども、 ADSL が終了するということで、もう1年以内に終了ですよというアナウンスが流れたんですね。で、まあ、2年契約で安く使ってた ADSL なんですけれども、まあ、タイミング的にはどうせなくなるんであればということで、確か1万円くらいは取られちゃうね。光、楽天のですね、楽天モバイルを持ってる人は光を申し込むとですね、まあ、1年間使用料が無料になるという形の、まあ、キャンペーンがありまして、まあ、いろんな光回線のキャンペーンのキャッシュバックとかいろいろな会社さんもやってましたけれども、まあ、単純に、まあ、5000弱のものが12ヶ月無料になるということと、もろもろのですね、いろいろなプラスマイナスを考えて検討した結果、まあ、楽天にじゃあ入ってみようという形で申し込んだというのがいきさつなんですが、当時ですね、一応確認してみたところ、今のこのスミカまでは、まあ、400メガぐらいじゃないのかという数値が公式で確認できたので、まあ実際に100メガから400メガぐらいのスピードでいければと思って、まあ、引いたはいいんですが、なんとですね、現在のスピードがですね、さあ行きます、この程度ですね、見てください。 ADSL じゃないですよ皆さん、これはですね、れっきとした、光回線です。で、これ当初ですね、実は、4メガぐらいしか出ておりませんでした。ここをですね、ヤフービビーの ADSL でもですね、一応40メガ契約になっているにもかかわらず、まあ、それはしょうがないんですが、6、7、8メガうろうろしてて、まあ、悪い時には2メガに落ちる時があったんですけども、結局それとですね、大差ないスピードという状況になっております。すぐ虫はまたはめられてるんじゃないのか。この楽天光ですね、工事後しばらくは4メガぐらいだったものですから、こんな冗談あるのかということで、いろいろ調整して、既存のルーターがダメなんだろうな、 IPV のルーターは古すぎますからね。やっと調整後ここまでなんとか持ってきたという形にはなるんですけども、 IPV6 対応製品は必須なんですよね。しましても、冗談だろうみたいなスピードになっておりますので、今後ですね、これについてはいろいろ調整していきたいと思います。笑顔でついてくる君が一番大好きだ。